巨人軍団がカボチャ、カボチャ石に殴ってる。どこも守れる。カボチャ置いとくわ。いいだろう。別に弱くたっていい。なぜなら4500あるんだから。うわ、もったいない。ちょっと待って。けどまあ、クロゲッターでおもろいからまあ、なしではないよな。だろうやんけ。まあまあ、ここまで行くならもう乗りなんよ。ここまで行かない意味ないから。ああ、なんと300もあります。ありがとうございます、先生。ありがとうございました。はい、初日。あ、足らへん。ちょっと待って。シャンクスに続き2回連続。52マス、ありがとうございます。あれー、行ったったわ。まさか、初日で52マスにすることになるとは、フェスゲンを。いや、昨日の正直映像のさ、感じだと分かんなかったよね。怪しかったよね、実際。あんま強くないんじゃないかなと思ったら、最強格来たね。ガチでゲッターボーディフェンダーやし。ガチでゲッターディフェンダー。さすがにランキングは入らないよな。めちゃめちゃ弱そうだったのにね。いや、この歌ランキング余裕で入るで。入らんわけないやん。俺今シャンとどっちを上にしようかなぐらいで迷ってんのに。なんやったらシャンより上でいいんちゃうかと思っちゃうけどな。うん、わからんでもない。まあでもシャンがいたらルッチ見てくれるもんね。そうだよね、役割がちょっと全然ちゃうから。ちょっとディフェンダー寄りで使ってみよう。耐久やし、俺天狗先作るよ。お、あざす。ちょっと行ってきます。じゃあスースー、オッケー。さっきかぼちゃなんすよ。それはシールドあるから食らわないんすよ。それは話がちゃうかも。危な。まあでも周りにキャンディー配置してるから俺はいつでも回復できる。お邪魔します。あれ今食えてないんや俺。キャンディー、キャンディーよー。これは別に抜けるな。でも硬いかも。確かに今硬さを感じてる。己に硬さを感じています。かぼちゃ置いときます。これ抜けます。さあどうしようかな。次お、びっくりした。これブルーのとやったらどうなんねやろ。あーでも待って、これキングの鳥と一緒で多段でどんどん入るわ。握り続ける系に。それはいい。あ、ちょっと待って、握られへんかった。最悪や。間違えた、ボタン。よいしょ、肉食べよう。お肉もらいます。はい。ブロギー、ここいいよ。俺もディフェンダーやから、一応。一応、歌もディフェンダーなんでね。とりあえずカムサリか。解除しとくよ。オッケー。これカボチャ置いたら確定で抜けるな。いや強いな。これもう書くやろ。壊れへんやろ。耐久値えぐもカボチャのバグってるやろ。はい、歌歌。シャンの覇気解除する。かぼちゃ置く。強すぎつけるとしたら石化かな。石化かな。やったらセラーにめっちゃ有利に出れるというか。ナイスカバー。よいしょ。どないすんねん、どないすんねん。ルッチがスタンバってるからな。入った。やばい、かぼちゃたまらな。ちょっとまずいな。間に合うわ。 OK。 うーん、痛い。離れて戻る。避けてかぼちゃ張る。
で、ここからこう乱脚。あーでも別に火力振らんでも割とルッチに火力通るな。エリア入ってスキル値短縮されへん。いた。これ先回復する方優先かな。お、握り続けるのマジ死ぬでそれ。握り続けるキャラ特にさ、シャン、ルッチ、キドロに対してスキル2がね前段当たるから強すぎるんよな。キングの鳥と一緒で今みたいにね、キドロドドドドドン入るから。どこ行くんやろ。裏取りかな。こっちじゃないけど、ハッタンは。あ、そうか、状態異常で、こいつはそういや。どないすんの、ウルズが。やったわ。死んじゃ、うえ。あ、ごめん、なんか。あー、てか、肉落ちてるやん。はいはいはい。お肉お肉。これ、回復量バグってるって、キャンディー、やっぱ。ほら、めっちゃ回復するよな。無理なキャラおらんな。確かに無理。あー、まあルッチがちょっと嫌な感じがするけど。天狗作っとくか。ワンチャンまたこれ上両方抜かれて巻き返される可能性がある。安牌でかと、下をためよう。ここ降りてくるから。なるほど。かぼちゃ先置いて。OK。いや、先。で、かぼちゃ壊して。もう一回戻って。あいた。これ抜かれへんはず。ナイス。セラもちょっと若干ね、その、うん、圧倒的守れるキャラから若干降格したからな。まださすがにブルーノの方が強いか。やっぱ握ってる時状態じゃないし。んでもなぁ、カボチャあるしなぁ。いや正直相手にシャンが多ければウタみたいな感じはあるな。確かに。吐き解除すればさ、スライム余裕じゃん。マジで余裕。ブルーノだってドリー使わなくてよくなったってことでしょ。ダダンダダンダダン、いった。ロジャーパイセン痛いっすそれ。そう、セラから抜けるのが強いんよ、そもそも。それがでかい。超過もできて、超過もできて。そう、ブルーノと違って抜いた後強いから、その代わりシールドあるからね、確実に守れるから、うん、確実に抜き終わりのあれも食らわんし、全員でスキル当てるしかないな。天狗も作れるわけですから。ディフェンダーで天狗も作れて、敵無視でゲージも回復できて。タイミング遅かった、ちょっと最悪や。かぼちゃ重ね掛けムーブが。誰もが締めるか、そっち行くか。じゃあおら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 、これどうだ。あ、最悪。マジか。2v1。 いやー、スキル2なくなった。これは一回撤退かな。カムサリ、いやいや、今カムサリは違う。え、マジ来てくれんの神。回復できちゃうねんで。いいんすか。これも抜けるけど、それはありがたいわ。さあどうですか、壊せますかセラちゃん。間に合いますか。ギリ間に合ったみたい。 OK。 逃げちゃってよくね。ワンチャン抜けるぞこれ。あ、 OK。 カボチャ張ります。ここ大丈夫です。んー、味方がいっぱいおるから奥行きます。めっちゃチャージ構えてる。やばい、カボチャないとセラーから抜くんはねちょっときついかも。あ、溜まったわ。これ抜けます。あーざっす。これさ、一回抜くんやめて殴る方がいいかもな、もしかしたら。そんなこともなかったわ。はいよー。着地狩り
これセラ同士やから任せよ。そこも守れる、カボチャ置いとくわ。強すぎ。まあだから1体だとやっぱ最強クラスの、あとは微妙な感じのところもあるじゃない。味方に多ければ良いほどみたいな。歌って別に何で引き寄ってもいい気するけどな。これ使い方次第なんじゃないって気するけどな結局。あー、ドギー来た、終わった、ありがとうございました。まあ任せてください、私のこのカボチャの援護により。カボチャ頼んだ。あ、終わった、爪痕食らった。このパターン罪です。このパターンは罪。爪痕入ったら罪、さすがに。爪痕は無理です。爪痕はね、爪痕は本当にね、何もできなくなりますからね。はい、ニカさん、私爪痕解除されましたんで、ここお邪魔しまして、キャンディー食って全開させてもらいますね。よし、開いた。あ、俺ドリー倒したよ。まあ、ドリー来ててもいいかも。あ、マジ爪痕食らわんようにしなの。おい、逃げれない、さすがに、ごめん。爪痕だけには絶対気をつけろ。旗から離れるな、ルッチを見たら。カボじゃないとルッチはマジできついから気をつけてね。でかいやつ2人撃って、こっち。これはまあいけるでしょ。あ、いいの。あ、こういう時はもう俺がカボチャだけオンラインしとくから、セラ頑張ってくれ。はい、すー、ここは普通に無視で上行っちゃうもんね。なんかジェットルフィーおるぞ。レベルめっちゃ低いよ。はいはい、あー、オッケーオッケー。誰だ、キングか。あ、カボチャ病で壊される説あるな。ブロギーじゃ何も守れない、なんてかわいそうな別言だ。巨人軍団がカボチャ、カボチャ石に殴ってる。巨人2匹がカボチャを。めっちゃ好きやん、かぼちゃ。頑張ってかぼちゃ壊せ、お前ら二人で、二人でかぼちゃ壊すんや、頑張れ。か、遅すぎる通常攻撃。かぼちゃ壊せ、頑張って。逃げるな、かぼちゃ壊せよ。童話やったの、確かに。ディフェンダーに強いからね、歌。殴るたびが3パー回復とかだったり。8でーす。